はい、では行きましょう。ここでは単項式の除法について勉強していきます。除法、割り算ですね。こういう感じでほにゃ割るほにゃね、こういう文字とか数字がある割り算をどう考えるかなんです。でこれももうほんま人によっていろんなやり方があるんですけれども、一番確実にね、計算ミスもなく正解させようと思ったらこのやり方がいいかなと思ってここではお勧めします。それは掛け算の形にして分数にして約分、何のこっちゃっていうと、小学校で習いましたよね、3割る2分の3とかってどうやるんでしたっけっていうと、ここは割るを掛けるにしてあげたらいいよと。掛けるにしたら3分の2とかになって、3掛ける3分の2になって、で約分して2になるよみたいなのがありましたよね。これを文字でもやってしまおうやないかっていうことです。つまりこの割る5分の 6y っていうのに注目して、これを1回掛けるに直すんです。じゃあこれ掛けるにしたらどうなるかっていうと、これ掛けるね、6と5がひっくり返るから6分の5やねんけど、問題はこの y がどっち側に行くかなんですね。この掛けるに直す前のこの段階で y はこれ上ですか下ですか、分母ですか分子ですかっていうと、これは分子っていうルールやったんですね。だからこれもともとこいつは分子にあるから、分子は 6y なんですね。ほならこれ掛けるに直したらどっちに行きますか？もともと上にあったもんがひっくり返るか、これは下に行くと。だからここでの最大のポイントは、この割る5分の 6y の y は掛けるに直したら分母に行く、下に行くっていうのが大事です。それさえ分かっていれば一緒ですね。つまりこの式っていうのは掛ける 6y 分の5になると。で、もう慣れてる人はここから約分したらいいですし、慣れてん人はね、もうバヤッと一続きにしたらいいですよね。で、約分すると。3と6できますね、ここ。1と2になって、下にあるのは 2×2y やから 4y、上にあるのは x×5 やから 5x で答え。っていう感じです。これに慣れていこうっていうところです。じゃあ、その次、見てくださいね。a4 乗割る a2 乗。これも慣れてる人やったらね、もう一瞬で a2 乗分の a4 乗ってできますし、慣れてへん人やったら、この割るを一回かけるに直すっていう作業を踏んでください。この割る a2 乗はどう考えるかっていうと、これも小学校の知識を思い出してほしいんやけれども、例えば、5割る3っていうのを考えるときに、この3っていうのはかけるに直したらどうなるんでしたっけっていうと、3はこれ1分の3のことなんですね。3って1分の3ですよね。だからそれをかけるに直したらひっくり返って3分の1になって3分の5になると。っていうのを習いましたね。それと一緒です。割る a2 乗っていうことは、これは1分の a2 乗を割るっていうことなんです。だからかけるにしたらかける a2 乗分の1になると。ここがポイントですよね。ほな、あとはこれもね、もう慣れてる人はここで約分したいし、慣れてへん人はこういうふうに分数の形にしたらいい。で、a2 乗分の a4 乗になると。で、ここからもポイントです。これ、この文字の約分どうするか、慣れるまでは個数考えてください。A2 乗っていうことは A を何回かけてるんですか ?2 個ですよね。A4 乗っていうことは A を何回かけてるんですか ?4 個ですよね。じゃあ、これを約分するっていうのは、ひょいひょいってやることです。じゃあ、残り、上何個残ってますか ?2 個ですよね。だからこれ A2 乗になると。だからね、なんか公式っぽく、こうなったらこれ引くこれの引き算ってやってるけど、元の根っこにある理屈はこうですね。こういうふうに何個かけてるかを考えて、それを消したらいいねんから残りになるよ。だから A2 乗っていうことです。こういうね、の混ぜ合わせた知識でこういう問題にだんだん難しく、ややこしくなっていくんですね。6A3 乗 B 割る 3A、 これもどう考えるかね。割る 3A っていうことは、これは1分の 3A を割ってんねんから、これはかけるに直したら 3a 分の1になると。一回かけるに直しましょう。そして慣れるまでは分数の形にしましょう。つまりこれが下でこれが分母上に行くんですね。で、約分する。3と6で1と2。a と a3 乗。これもさっき言った通りですね。ほい、ほい、ここが2乗になると。慣れるまではね、こうやって考えてください。a 分の a3 乗っていうことは、a、上は a が3つかけられていると。約分したら残り2個ですね。だから a2 乗になる。そして、以上ですね。それ以上約分できへんから、2a2 乗 b が答えになる。っていう流れです。OK でしょうか。これに慣れていくためにね、この辺の例題も見ていきましょう。まず1番、8a3 乗割る 2a。これもさっき言った通りですね。割る 2a っていうことは、これ割る1分の 2a のことやから、かけるに直したら、かける 2a 分の1になるよと。で、もうこの分数の形にして、約分ですね。2と8やから、ほいほい、1と4。a と a3 乗、さっきやりましたね。これは2乗になるから、4a2 乗になるよと。っていうことですね。カッコ2です。これ、a 割る a3 乗。これも全く一緒ですね。割る a3 乗っていうことは、割る、1分の a3 乗なんで、かけるに直したら a3 乗分の1になると。
ね、さっきも言いましたけど、もちろん慣れてる人は、もうこれですぐ、ね、これ見て、こう A3 乗分の A って言ってもいいですよ。ね、もう慣れてる人は丸割る三角は三角分の丸みたいなのすぐいけますもんね。それも自分の好み次第です。で、この状況になったら、ね、もうもちろんこのまま約分してもいいですし、慣れるまではこういうふうに一つの分数にした方が分かりやすいかなと思います。全く同じですね。上には A が1個、下には A が3つかけられてる。約分したら、下に2個残るから A2 乗分の1になるっていう流れです。3番もですね、 2AB 割る3分の 4A、 これをかけるに直したら 4A 分の3になる。ひっくり返るだけです。そして、全くもう今までと同じですね。約分するだけ、ほいほい、 1,2A が消える。だから残ったのは分母に2で、分子に、B かける3なんです。2分の 3B になるよですね。4番もややこしそうやけれども、2分の 1X2 乗は6分の 1X5 乗一緒ですね。ポイントはこの X5 乗が元々分母ですか分子ですかって言うと、これは分子にあるんですね。つまり割る6分の x5 乗って考えると、かけるに直すとひっくり返って x5 乗分の6になると。それが最大のポイントですね。ここではで、分母分子にね、1つにして、で、あとは約分です。2と6で1と3。X2 乗、X5 乗はもう慣れましたか。下に3つ残りますよね。ややこしい人はこう X を書いてくださいね。で、約分したら何個残るかは分かると思います。3つですね。だから答えはこういう風になりますと。はい、ということでね、ここでは単項式の除法、割り算ですね、割り算について勉強しました。とにかくもうやってたことは全部ワンパターン、掛け算の形に直して分数にして約分しようね、それだけです。だからこの掛け算の形にするときにね、多少ね、この y が上にあるんか下に行くんかとかね、この割る a2 乗みたいな時はどうするんや、あ、そうか、1分の a2 乗にしてかける a2 乗分の1にするんかとか、そういうのがややこしかったですね。で、約分の時も中学ではね、これが新しく出てきましたね。 a2 乗分の a4 乗とかどう約分するんやとね、この根っこにある a が何個あるかっていうのを考えれば分かりやすくなると思います。あとはこれに慣れるためにね、類題見つけてしっかり練習しておきましょう。